ウィリアム・クラウニン・シールド・エンディコットウィリアム・クラウニン・シールド・エンディコットはアメリカ合衆国の政治家。グロバー・クリーブランド政権で第36代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1826年11月19日、エンディコットはマサチューセッツ州セーラムにおいて誕生した。エンディコットは地元のセーラムラテンスクールで教育を受け、 1847年にハーバード大学を卒業した。エンディコットは1847年から1849年までナサニエル・ジェイ・ロードの法律事務所で見習いとして働き、法律家としての実務経験を積んだ。エンディコットは続いて1849年から1850年まで同法科大学院に在籍した。1850年、エンディコットは マサチューセッツ州において弁護士として認可を受けた。エンディコットは、ジェイラス・ w ペリーと共に、法律事務所、ペリーエンディコットを設立した。エンディコットは、法廷闘争のプロフェッショナルとして名を挙げた。執務室で仕事をするエンディコット・エンディコットは1852年、1853年、1857年に、セーラム市議会議員を務めた。 1857年には議長も務めた。当初はホイグ党に所属していたが、1856年に民主党へと移った。エンディコットは1858年から1863年までセーラム司法務官を務めた。南北戦争後、エンディコットは集権寺総長に立候補したが、敗北した。1879年、エンディコットは、 連邦会議員選挙に立候補したが、ベンジャミン・フランクリン・バトラーに敗れた。エンディコットは1873年から1882年まで、マサチューセッツ州最高裁判所判事を務めた。1882年、エンディコットは健康的理由により、判事を辞任した。1884年、エンディコットは、マサチューセッツ州知事選挙に立候補したが、 ジョージ・ロビンソンに敗れた。陸軍長官時代のエンリコットエンリコットは1885年3月5日から1889年3月4日まで、グロバー、クリーブランド大統領の下で、陸軍長官を務めた。エンリコットは、陸軍長官として、次のような数多くの重要な改革を実行した。陸軍組織の再編を実施し、 将校の昇進試験システムを導入。脱走兵を警察や民間人が拘束し、軍当局に対して明け渡すことができるようにする。法律を議会に提案。陸軍省の記録を政府印刷局に印刷、出版してもらえる、要要求。陸軍省と財務省が有する権限をそれぞれ、法律で明確に規定し、予算に関する問題の発生を予防するよう、 提言した。1885年3月、連邦議会は、要塞委員会を設置した。エンディコットは、同委員会の中心として、沿岸防衛の強化を進めた。アメリカ東海岸を呼び、五大湖の防衛強化を図り、設備の近代化を推進した。エンディコットは、クリーブランドの人気満了に伴い、陸軍長官を退任した。エンディコットは、 居住地をセーラムからボストンへ移し、1888年から1890年まで、ハーバード大学同窓会の会長を務めた。1900年5月6日、エンディコットは、マサチューセッツ州ボストンで死去した。エンディコットの遺体は、セーラム市内のハーモニーグローブ墓地に埋葬された。妻エレンの肖像画父親は、マサチューセッツ州セーラム出身の商人。 ウィリアム・パットナム・エンディコット、母親は、連邦会員議員、ジェイコブ・クラウニン・シールドの娘メアリー・クラウニン・シールド、であった。1859年12月13日、エンディコットは、セーラム出身のエレン・ピー・ボディと結婚した。二人の間には一男一女が生まれた。ウィリアム・クラウニン・シールド・エンディコット・メアリー、クラウニン・シールド・エンディコット、ジョセフ・チェンバレンと結婚。 abc the political graveyard, HAT abcde fg hijklm, no us army center of military history, HAT abcde mirror center public affairs, HAT abmhs, エンディカートファミリーペーパーズ。1612から1958ガイドツーザコレクションハ a トアルターミュアホワイトヒルキャプテンヨゼフ・ピーボディ イースト、インディアマーチャントオブセーラム179。ありがとうございます。